はい、こんにちは。こんにちは。今日もジョイスポーツさんにやってきております。1本目の動画見てない方はそちらをまずご覧ください。今日はですね、ちょっと片付けにフォーカスした動画撮っていこうと思うんですけど、いやこれ伸びますよ。伸びます。はい、やっぱりね、片付けっていうのはね、各店の特徴が顕著に出ますからね。はい、ちょっと僕1本目の動画でウィルソンのこと喋ってたじゃないですか。はいはい、そうですね。あの時にね、いい方だなと思って、うん、どうやってつけてるんだろうと気になりませんでした？なりますよ、それは。なりますよね、はい、だから今日は聞いていこうかなっていうふうに思います。じゃあまず、うん、1個片付け5を見せてもらえますか。86、うん、ちっちゃめのグラブなんですけど、うん、やっぱ86ってね、肩つけるの結構難しいんですけど、はい、しっかりとこの親指がピーンって立って、こっち側もしっかり巻き込んで、こうやってウィルソンの特徴を捉えた片付けをしてるので、はい、まあ、どうやって片付けてるのかなって気になりますよね。ちょっとじゃあ新品見てみますか。はい、新品も見させていただきましょう。ちょっとこっち軟式になってしまうんです。これがそのまま入荷時というか、入荷時ですね。こことこれが実はですね、同じ86なんですよ。やっぱね、この動画でも伝わると思うんですけど、親指と小指の角度、はい、全然違うでしょ。違いますよ。こうのぺっとしてるのと、カクってしっかりついてるのと、やっぱこうね、出てくるんですね、こういう違いがね。はい、やっぱね、ウィルソンってガイドというか、こういう風につけてよっていう風にウィルソン中村さんが皆さんにお伝えしてるので、大体ね、皆さん行き着く先は同じなんですけど、片付けの仕方はやっぱり違う、はいはいはい、違いが絶対出てくるので、うん、じゃあそれを店長さんに一回ね、実演というか説明していただいてもらいたいというふうに思います。はい、それで吸収するチャンスですからね。そうですね、はい、いろんな片付け吸収させていただきます。はい、お願いします。まずこだわっているポイントとか聞きますか？こだわりはですね、まあ、ここの角度です。角度、言ったらコの字みたいな、はい、をちょっと意識しながら。コの字ですね。はい、こういう感じで。コの字ですね。なるほどなるほど、はい。それってでも自分らはめてわかるじゃないですか、うん。どういう風に揉んでるのかとか、どこに重きを置いてるのか、すごい気になるんですけど、企業秘密じゃないですか？はい、ポイントだけ。はい、ポイント、はい、はい。私はここを少し硬く残したいので、うんうん、あまり揉むようなことはしなくて、はい、このアーチを見たら分かるんですけど、はい、ここを深くしていって、でもある程度揉み込んだら掴みやすくなるのかなと。そんな揉みしだくようなことはしないです。はい、これは自分の疑問なんですけど、間違えやすいところってなんか気をつけてほしいところとかあります？あ、そうですね、基本的に取るのってここだと思うんですよ、うん、はい、真ん中ぐらいですね、はいはい、修理で多いのはここの削れとか、このウェーブやブレーだと思うので、はい、なるべくここにポケットを深く、ここで叩いてます。そしたら丸くアーチがかかったように収まりがいいグローブになるのかなと思います。じゃあ深くしたいからといって、はい、このウェーブ下のこっちを叩いてしまうと、そうですね、真ん中なんですね。私はですね、はじめさんが言ってたやり方ですね、それは。なるほど、てっぺん方式の片付けじゃないですか。なるほど、うん、確かに言われてみると、うん、真ん中でしたよ、うんうんうん、この奥に深いっていうよりかは、うん、もう真ん中にこう深い感じでしたね、確かに。あ、でも結局ここに収まりますね、うんうん、ウィルソンで、うん、あとなんか気になることありますか？この字っておっしゃってたじゃないですか、はいはい、でもこの字にするにはやっぱこっちも多少折り曲げないと、そうですね、こうなってくるじゃないですか、はいはい、やっぱ多少は親指も入れ込むんですか？多少ですね、うん、あとこのここをしっかり決めるっていうか、はいはいはい、こういう風な、ここに片付け台があったら、はい、こういう風な形でこのこの字は決めてます、うん、それ見たいですね。ちょっと今できますか？タイヤ丸線欲しい。すごい、このこの字ですね、スチーム、お湯つけた後にもうこの形でほう、ある程度押し込んで、おお、結構、はい、上から圧をかけていくんですね、はいはい、はい、で、まあこういう感じで、あ、これは、はい、土手はあんまりほぐさないんですか？土手はやらないですね。土手はやらない、はい、あの土手紐がもうないので、はい、そんな硬くないので、ああ、なるほど、はい、これがまあ86、87ですね。86、87系は、はいはい、これは結構知らなかったですね、自分は。そうですね、土手はほぐすのかと思ってました、うんうん、この角度が難しいですよね、やっぱり、うん、これをこう出すのがどのくらい曲げてらいいのかなみたいな。でもやり方はどうであれこういう形に行き着きますよね。うん、なるほど、8687はいろんなやり方がありますから、本当に。なるほどなるほど、はい。ちなみにこの8687っていうのはどんなプレイヤーにおすすめなんですか？小学生、中学生、レガシーが多いので、はい、打球が速いので、うん、もう昔みたいに当て取りっていうのがなかなか難しいって言われてる中で、うん、まあ、サードとか、はい、あの打球が速いところですね、うん、サードで意外と8687使われてる方最近多いです。サードで人気なんですね、はい、はいはい、うん、まず取るっていうところですね、はい、逆にジョイスポーツさんでちょっと浅めのっていうか、
これはまああれじゃないですか、はい、がっつり深い取ってからみたいな感じじゃないですか、はいはい、なんかメーカー変わってもいいんですけど、ゲンダーモデルは、はいはい、今ゲンダー選手小ユニで使ってますけど、はい、それでも少し小ユニにしては浅いかなって、あ、はい、ちょっと握りも特殊なので、うん、はい、スラッガーのような昔のスラッガーのようなあんな感じは最近はあんまりないですね。ああ、なるほどなるほど、はい、確かに言われてみると。それは結構あれですか、仕入れる時にも深い系を、うん、少年野球の子たちがやっぱり野球が嫌いにならないように、はいはい、まず掴んでっていうところで、ウリさんのジュニア用もほぼほぼないんですけど、はい、はい、じゃあ中高生とかは逆にどういうグラブを好むんですか、うん、こう1週間で何か相談あったんですけど、はい、わりかしカラーリングとかまずなんかそっちから入ってるような気がします。へ、はい、ジョイスポーツさんで人気のメーカーっていうのは、ちょっと自分はウィルソンとリークエストっていう予想をちょっと1本目の動画でやったんですけど、はいはい、教えてもらってもいいですか。そうですね、一番は Z が多いです。 Z?、はい、お Z?、はい、まさかの Z 全然ないですね。ここに3つ売れてないんですよ、ね、なるほど、うん、はい、売れちゃってるんですね、はい、うん、ちなみに Z は誰選手モデルがとかあるんですか。キャッチャーミットは小林選手モデルが多くて、内野はもう今宮選手型、源田選手型が多いですかね。あ、 Z なんですね、うん、これ予想外でした。意外や意外ですね、はい、素晴らしい。で最後に、まあ、あまり売れてはないと思うんですけど、はい、あの GS というメーカーを取り扱っていただいてるんですけど中村さんから見ていかがですか、はい、GS というのは。入った段階からガイド片付けてくるので皆さん手に取って感覚っていうのは分かられてるんですけど、九州で2店舗ですかね、はいはい、頑張って広めていこうかなと思ってます。ちなみにこの GS を触りに来るお客さんとかって年齢層とか教えてもらっていいですか、はい、中学生高校生が多いです。やっぱり、はい、じゃあやっぱそのすぐ買うっていうよりかはこれ次の候補になるが多い感じですか。そうですね、今まで売れた感じではお母さんと一緒に来てチラッとアピールして 2,3 回通って買うっていうパターンですね。なるほど、はい、でも今回のこの YouTube に出して初めてこういうメディアで露出するわけですからね、はい、これから期待ですね。そうですね、はい、てな感じでジョイスポーツさんの中村店長のこだわりを聞いたわけなんですけども、この字でつけるっていうのは結構珍しいですね。なるほど、はい、いろんなやり方でもあるんで、まあ、そのお店の特徴が出てきますし、一回このね来ていただいてはめて試して感じてみてください。僕は結構好きな方ですね。なるほど、九州の皆さんぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは今日のオールスポ以上になります。おーりよっしゃ。ガチに鬼つかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、ただ左右で帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No hold no hold no my life No hold no hold よっしゃ。そして今月のプレゼントは八幡スポーツさんで購入したハイゴールドのバッティンググローブでございます。両手の M サイズが2つ、両手の S サイズが1つあります。こちらをなんとまとめて1名様にプレゼントします。チームのみんなで使うのもよし、1人で占領するのもよし、使い方はそれぞれでございます。チャンネル登録&コメントで応募完了になります。手に入れてください。それではゴーリアした。